M50375mm 対戦ロケット砲は、スウェーデンのボフォース社の開発した 375mm4 連装対戦迫撃砲。対戦爆雷を投射するロケット砲である。海上自衛隊においても、71式、ボフォースロケットランチャーとして正式化されていた。M50375mm 対戦ロケット砲は、 1948年頃より開発開始された対戦迫撃砲である。ここから投射されるロケット爆雷としては、弾頭重量と射程に応じて4つのバリエーションが開発された。いずれも胴体直径は3 7 5ト、mm、ルエリカ、重量1 0 7ラム射程655から1 6 3 5ルフローラ。 重量 230kg、射程1400から 2230m 耳、重量 100kg、射程370から 875m 練り、重量 80kg、射程1580から 3625m。また、発射機としては、4連装の M50 型が通常用いられ、合計 375mm。 長さ約 3600mm の発射塔4本を山なりにまとめている。その他、軽量の2連装型、そして、フランスのクルゾー・ロワール社が独自に開発した6連装型がある。いずれも遠隔操作で旋回、不行、発射でき、看板下から12回の再装填が可能である。装填時は、行角を九十度と垂直にし、 つつこより装填する。M50 型発射機は1954年から1955年にかけて試験を受け1956年より運用を開始した。また、最も長射程のロケット爆雷である練り型は1972年に試験を受け1974年より生産を開始した。玉体は後部に 安定翼をつけた形状をしており、固体燃料ロケットとして飛翔する。無誘導ロケットであり、発射機の行革により、飛翔距離を調節する。ボフォース 375mm 対戦ロケットランチャーは、信頼性、性能に優れた、対戦前投げ兵器として、各国で運用されたが、マーク32単魚雷発射カニア、 アスロック対戦ミサイルなど、誘導式の対戦艦魚雷を投射する、対戦兵器が普及するに従って、無誘導の対戦ロケット弾は旧式とみなされるようになり、現在、徐々に退役が進められている。しかし、1980年代後半より、大魚雷防御兵器として着目されるようになったほか、冷戦終結後の非対称戦争においては、 誘導魚雷の使用が困難な戦海域での対戦兵器として再評価されるようになり、1992年にはソブ社が誘導ロケット弾を発表し、また改良された軽量発射機の開発も行われている。4連装型の発砲シーン。夕張型護衛艦、夕張日本の海上自衛隊でも、1960年代初頭より、 ボフォース 375mm 対戦ロケット、ランチャーの運用を開始しており、4連装発射機型は71式、ボフォースロケットランチャーとして正式化された。三菱重工業において、ライセンス生産されている。ネリも開発されると同時に、これを導入した。エリカを対戦ロケット2型、フローラを対戦ロケット3型として導入した。北上と大いには、 輸入品が装備されたが、その後の艦は、ライセンス生産品を装備している。秋月、テル月、イスズ、モガミは、ウェポンアルファコトマーク108対戦ロケットランチャーより、こちらに換装している。ベルギー海軍、ブラジル海軍、ブルガリア海軍、ドイツ海軍、エジプト海軍、フランス海軍、インドネシア海軍、インド海軍、海上自衛隊、モロッコ海軍、マレーシア海軍、ナイジェリア海軍、 オランダ海軍、ペルー海軍、ポルトガル海軍、スウェーデン海軍、ABCD 自衛隊装備年間2006から2007、朝雲新聞社、P340ISBN4 から7 5 0 9 1 0 2 7 9 a b 兵装。高須博一、海上自衛隊護衛監視世界の艦船2000年7月号増艦。 P188 から195、解任者 ABCDEFGHI71 式ロケットランチャー、梅野和夫、丸スペシャル脳76水雷兵器、塩処防、P10 から131983年。ありがとうございます。